皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも私のチャンネル、増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、今よく言われています米中冷戦、今はアメリカと中国が冷戦中であると、まあこういう認識がですね世界中にあるわけですが、今日私はですね、この米中冷戦のどちらが勝つか、つまりアメリカが勝つか中国が勝つか、ということをですね分析してお話ししようと思っております。別にドンパチの戦争をですね中国とアメリカとの間で、なくても、つまりドンパチの戦争が米中間でなくても勝つか負けるかということはですね、おのずから決まるものであります。ちょっとピンとこないかもしれませんが、まあこれからですね、アメリカの量的質的実力、同じく中国の量的質的実力ということをですね、分析しまして、そして非常に基本的な部分ですね、アメリカが民主国家であると、いうことと、中国が共産党と独裁国家であるということ、これがですね、アメリカと中国の根本的に違うところですね。根本的に違うっていうのは、ものの考え方、哲学と、それからその哲学に基づく国家体制というもの、これがですね、ほぼ正反対になっているということなんです。そしてこれがですね、もしアメリカと中国が、まあ、核戦争をするということはないと思いますが、両方ともですね、核武装しているわけなんです。ね、そして両方とも1万キロ以上飛ぶですね、ICBM、アメリカも持ってますし、中国も持ってるわけであります。そしてお互いにですね、核弾頭、まあ数ではアメリカの方が圧倒的に多いんですが、しかしながら、中国もそれ相当の核弾頭を持っていると。アメリカに対して核攻撃をするのにですね、こと足らないということはなくてですね、まあ、アメリカの本土攻撃をするのに十分なですね、核弾頭を持っているというのは事実であります。アメリカの場合はですね、中国にこの核攻撃をかけると、つまり、ICBM でアメリカの核弾頭を中国にこの打ち込んでいくという場合はですね、もうあり余る、多すぎるぐらいのですね、5,000〜6,000発のこの核弾頭を持っているわけなんですよ。まあ、そんなに中国を攻撃するのに、それだけの数の核弾頭はいりませんが、まあ、十分なだけ核弾頭を持っている。そして中国もアメリカを攻撃するに十分の核弾頭を持っているという意味では、まあ、数は違いますが、互角なんですね。そして ICBM、アメリカも中国に届く1万キロ以上の射程距離を持った ICBM 持ってるし、中国もまた持っているということで、こうなってくると互角なんですね。まあ、しかしながら互角であってもですね、どちらかに、どちらかが勝つと。いうことが今から言えるわけなんですね。ちょっとピンとこないかもしれませんが、まあ核の話が出ましたから、まあこの想定ですけども、核戦争が起きた場合、どちらが勝つかということからまず話をしていきたいと思うんですが、これにはですね、一つのことを知っておかなければならない。どういうことかって言いますと、核攻撃を、まあ、どちらかがですね、敵であろうと味方であろうと、中国であろうと、アメリカであろうと、どちらか一方が、相手国に核攻撃をした場合、ね、まあ、ワシントン DC に向けて中国がですね、核弾頭をワシントン DC、あるいはホワイトハウスに打ち込んだというふうに仮定しますと。アメリカはですね、必ず報復、つまりアメリカもですね、核弾頭付きの ICBM、これを中国の、
人民街道かどっかわかりませんが、中国に打ち込むと。これ報復攻撃というんです。これはその権利がありますし、それをやるということが考えられるわけですね。日本の場合は憲法第9条、まあ日本は核持ってませんけれども、仮に持っていたとしても、憲法第92条で公選権、これを認めずということを書いてありますから、まあ北朝鮮なら北朝鮮からですね、実際に東京都が、攻撃を受けたと、ね、核攻撃を受けたと言ってもですね、これ報復できないんですよ。公選権、これを認めずですから、公選してはいけないんですね。まあちょっと日本というのは特殊な国ですが、まあ日本の方は別としまして、今アメリカと中国どちらが勝つかという話だ。そしてこの核攻撃ということを考えますと、先ほど言いましたそれぞれの国の、国家体系、そしてその国家を司る民主主義という哲学、ね、共産主義という哲学、ね、それのもとにできた国家レジーム、体制なんですね。これが一つ大きく影響してくるんです。これがおそらく勝敗を分けることになるんです。どういうことかと言いますと、アメリカはですね、まず第一に、アメリカは中国に対していかなる理由があろうとですね、いかなる理由があろうと中国に対して核の先制攻撃ができないんです。なぜかというと、核の先制攻撃をしたら必ず中国から報復を受けるわけですね。核の報復を受けると、どれだけのアメリカ人が命を落とすか計り知れないわけですね。したがって報復を受けるということを前提にしたですね、中国向けの核攻撃はできないんです。なぜかというと、アメリカは民主主義で、国民が第一なんです。国民の生命財産が第一で、それからレジーム、国家体系ですね、国体ですね、これは第二なんです。国体は国民のためにあるわけです。国民が主体なんです。ね、そして、国体、すなわち国家は国民のためにあるものですから、その一番大事な国民を犠牲にするような行為は国体としてはできない。ね、さて中国の方はですね、共産主義という哲学のもとにですね、一党独裁国家を築いているわけです。で、中国の場合は体制が第一で国民は第二なんです。ね、秩序が第一、国体が第一。ね、独裁政治ですから、国体ですね。国体が何よりも大事。ね、そして国民は大事なんです。したがってですね、中国はアメリカに対して核の先制攻撃ができるわけです。当然のことながらアメリカから報復攻撃を受けるわけで、受けたら国民が犠牲になるんですが、国民が犠牲を受けても、国体が維持できればそれでいいわけであります。ね、ここが大きな違いなんですよ。民主主義体制と共産主義、あるいは独裁体制との大きな違い。ね、民主主義体制というのは国民が第一なんです。だから国民を初めから犠牲にするようなですね、攻撃はできない。ね、で、中国の場合は国体第一だから国民は犠牲になっても構いませんから、核の先制攻撃はいつでも自由にできるということです、ね。さて、ここでですね、核の抑止力、どちらに核の抑止力があるのかといえば中国だということになりますね。まあ核戦争にまでですね、米中冷戦がこの及ばないと思いますが、しかしながら日本もアメリカの核の抑止力のもとにあるというようにですね、この世界においてはですね、安全保障において抑止力というのは非常に重要なことで、これが決め手になるんです。攻める攻めない、つまり攻められない、ね、抑止力があれば攻められない、これはもう安全保障上はもう欠かせないことなんですね。特に日本の場合はアメリカの核の抑止力にあるということになってるんですが、後ほど説明しますが、それは真っ赤な嘘なんですが、日米安保が日本の安全の要というのも、これも真っ赤な嘘なんですが、まあしかし嘘であろうと本当であろうと、
国民が全部信じていればそれが真実になる。これが政治ですから、別に間違ってようと間違ってなかろうと体制に影響はないわけであります。そういうわけで、まず核ということを考えた場合、中国がこのアメリカに対して核の抑止力がある。つまりアメリカが中国に対して先制攻撃できない、ね。これが一つ。それからまあ細かい話になりますが、アメリカの軍事予算、中国の軍事予算比較しますと、あるいはアメリカの軍事力、中国の軍事力ということをまあ考えますと、圧倒的にアメリカの方が強いんですね。戦力を持っているわけであります。予算の上においてもアメリカが60兆円ぐらい年間使ってるんですかね。で、中国がまあやっと30兆円になるかならないか、もうじき40兆になるということで、伸び率は中国の方が急速なんです。で、アメリカの方の軍事費の伸びは止まったも同然なんです。あんまり伸びない。中国の方は日の出の勢いで伸びてる。そういうことでですね、中国の軍事力があと数年、今のところ2025年から30年と言われてますが、この辺でですね、アメリカに追いつく、つまり量の面でアメリカに追いつくのも時間の問題だということなんですね。しかしながら、軍事力と言ってもですね、まあ、中国の軍事力がアメリカよりも劣っていてもですね、質が高ければですね、問題ないわけなんですよ。質なんですよ。ね。例えばサイバー攻撃一つにとってもアメリカはですね、ハードルが高いわけですね。プライバシーを犯してはいけないとか、あとはこうとか言ってですね、なかなかこのサイバー装備、軍事装備ですね、サイバー軍事装備もなかなか進まないわけです。で、中国の場合はプライバシーも何もあったもんじゃないわけですから、全く能率的にこの短期間に、サイバー攻撃力を持つと、もう現在アメリカよりもはるかに優れたサイバー攻撃力を持っているわけであります。そしてまたですね、まあ、中国とアメリカが実際にですね、アジアという地域で、まあ、仮に、まあ、仮定の話ですが戦争になったという時はですね、アメリカはどうやって中国と戦うかと言いますと、アメリカはですね、24個の監視衛星を地球の周り回してるんですよ。ね。で、これからの情報、まあ、この監視衛星の、この、精度というのはすごいんですね。北京の道に万年筆が一本落ちているということの、この万年筆はパーカーかどこかということがわかるぐらいですね、精度の高い、監視衛星を四六時中回しているわけです。したがってアメリカ軍はですね、この情報に基づいて、この行動をするということになっているわけです。まあ、戦う時の目ですね。目がなければですね、どこに敵がいるんだか見えないわけですから、その目の働きをする監視衛星というのがアメリカがあって、これは世界一精度の高いものだということなんです。じゃあ中国はどうかと言いますと、中国はもう今まで私の知ってるだけでも10回以上ですかね。まあ、偽装された、つまりアメリカの監視衛星のような、と同じものを、この宇宙に打ち上げて、地球の周りをぐるぐる回してですね、これをですね、撃破する訓練をずっと続けてるわけですよ。で、最近なんですけども、いつ何時でもアメリカの24個の監視衛星をいつ何時でも一瞬にしてですね、破壊することができるというところまで実験が完了しているわけですね。これはいわば中国の質ですよ。ね。量ではなくて質なんですね。これがはるかにアメリカよりも優れているということでですね。まあアジアで実戦になった場合、アメリカはめくら、中国はアメリカの軍隊を隅から隅まで見た上で戦うという、こういうですね、ハンデもあるということであります。また引き続きましてお話しします。